まこなこチャンネルです。さてバージョン4あとわずかと思いますのでやっていきましょう。これはどうすりゃいいんだ。どこかから外に出て、確か行き先はテラスだったかと思うので、こちら側ですね。テラスまでマークがついてます。ここにさっきの男がいるという話なので、合ってるかこれは。特にここではランプがついてないけれどもいるはず。うん、大丈夫ですね。この男は結局何なんだっていう感じの状況が続いてますけど、まあ陛下の弟の家臣みたいなね感じですけど、お互いバタバタしていてまだ名乗ってすらいなかった。ファラス、王宮に仕える役人でもない弟君に忠誠を誓う従者ということですね。かなりね剣術の腕がありましたけれども、どういう感じで弟とのね接点持ったのか。うん、リンジャハルでは災害見舞われて、まあ災害といってもね魔物に襲われたという話ではあるんですけど、大災害というとね水害とかそういったことを思い浮かべてしまいますけど、マローネ様を守りできなかった、パドレ様にも顔向けできないということで、うん、これがこれわざわざ持ってきてるんだ。これがなんかね正気吸い取ったみたいな感じだから、あの光を元に戻せばなんとかなりそうな気がするけど、誰かさんがあまりにも暗い顔をして出ていくものだから心配になってきた、うん、飛び降りるんじゃないかというね。これ接点ありそうだよね昔からね、当然なんかそんな感じの話し方。うん、この中に精気を吸い込めた魔法生物かこれ。あーなるほどなるほど、だから魔法生物を作ってはいけないという話に指針書にね書かれるようになったのかもしれないね。うん、異形獣と呼ばれる魔法生物、じゃあ誰かがこれ作ってるってことか。でアルケミアに誰か一人向かったんで、うん、あそこには行けないらしい。窮地の中を頼りましょう。というわけで一人行ってしまったね。うん、ファラスに力を貸してやってくれ。赤結晶の内容覚えているか。おばあ様を救ってほしい、これが願いだったということが。おばあ様の看病に最善尽くすのでファラスを追いに行きましょう。これも新しい町が出てくるってことなのかな、それとも王宮は一つの町があるわけではないという感じなのか。うん、転送の門向かいましょうか。転送の門までやってきましたので、これはどこ向かえばいいのかな。王宮は違うよね。あれこれはどこ、パドレアテオードキンベルでいいのかな。確か都に誰かがいるっていう話でしたんで、果たして合ってるのかどうか。パラスを追うために正門を向けてキンベルの市街へと向かった。あー一気に進むね。んで誰だ挨拶やってきたのは。あー
どういうこっちゃ。まあやっぱり赤猫なんだろうね。でもなんであの猫がここまでの存在になってるのか。一瞬ね、妹かとも思いましたけどね。ここで妹っていうのは兄弟姉妹ね、主人公の私にとっては妹。滅亡に向かわない分岐点に向かって動いているという話。さて、このあとあの男もどこ行ったかね。お礼を言いに来た。頼まなくてもファラスの手助けしてくれるのでしょう。そしてキュルル、知ってるってことか。お互いお互いは知らないのか。キュルルは知られているけど、キュルルからこちらの正体、向こうの正体はわからない。教えてあげないのか。追いかけていくけど間に合うのか。なんか誰かとぶつかりそうな気がする。あ、消えた。あの女ただものではない。メレアーデと本当に同一人物かどうか。錬金術師の店に向かった。これはどっちだろうな。まあ店だから多分ゼフの店なんでしょうね。うん、ようやくここでストーリーに錬金術師が絡むような感じですね。一つ前のね、聖火のライトはここを絡むかなと、話絡むかなと思ったらね、全然また別の錬金術師が問題を解決してしまったんで、じゃあ久しぶりに入りましょう。ここら辺2人関係あんのか。若者顔で入ってくる。二人は顔見知りだったかと。逆にファラスからすればね、ゼフとなんでこれ知り合ってるんだみたいな感じになりますけど。そっかそっか。じゃあ大災害はいろんなところで本当いろんな人が亡くなってしまったみたいな感じですよね。角の持ち主である異形獣という魔法生物については目にしたこともありませんが、忘れもしない。錬金術で生み出した宝石に人間の精神エネルギーを保存しておく実験が繰り返された。このような色を放っていたと、その宝石には。まだ分からんことが多い。あそこをやめてからもう随分経ってるから、また新たな展開があったんじゃなかろうかというのがゼフの考え。アルケミアの現所長に聞くのが一番でしょう。誰だろうな。所長の家を訪ねてみてはどうか。所長の家はどこだ。あ、これもオートにいるのか。こうしよう。自分は転送の門を使わずに王立アルケミアに行く手段を探してみる。あー、どっかのルートで行ける可能性があるのか。というか王立アルケミアというのは空中に浮かんでるわけじゃないのかな。四下所長の家の場所を押しましょうということで、そして久しぶりの
こっちもね錬金術絡みで知ってるんで、多分このヨンゲというのも多分存在知ってるんだろうね。ヨンゲに紹介するのはやめておいた方がいいんじゃないか。あのエロ親父、私の胸をガン見するんだと。まあこっちは男だからね、今のところ主人公、私のプレイヤーはね。他の女プレイヤーはどういう扱いを受けるのか分かりませんけど、プレイヤーによってね、男女によって相手の動きが変わるかもしれない。反対側の区画、中央広場から北西にある。ということで行ってきましょう。さて、ヨンゲ所長の家までたどり着きましたので、中入っていきましょう。果たして在宅なのかどうか。これはおばさんに会話で。こっちが聞きたいよと。私も困っている。ここで家政婦をやっているけれども、今月の給金がどうなってるか心配。数日帰ってこないことは何度もあったけど、こんなに長いのは初めて。2階の書斎に届けた手紙もほったらかしてある。ということは一旦2階に行ってその手紙を見ろってことかな。さて、どこだどこだ。なんかそれらしいものがあるんで、ここ調べましょう。あ、開くことはできなかった。まあ、手紙はここか。勝手に読んでいいのかって話でね。バントリー地方に出現したあれの噂は住人の集落までに届いている。抗議の辞任をして王立アルケミアを去った後もあの忌まわしい研究を続けていたのだなと。誰だろうな、抗議で辞めた人ってのは。あれにまつわる資料を直ちに破棄し、二度とあの研究には手を出すな。ということで、和組化というのは誰なんだろうね。和組化ってのは、まあゼフに聞けばね分かりそうな気はしますけど。そして別の手段で転送の門を使わずに王立アルケミアに行く手段を探していたが、どうだ。この家に王立アルケミア直通の秘密の通路が隠されている。いや、いかにもさっき調べたあの怪しげなね扉じゃなかろうか。そっちじゃなくね。大丈夫かこの人は。あんだけ怪しいところがあったのに気づかないっていう。何を手にしているか。差出人について考えるとしよう。多分知ってる人ではないのか。いずれもこの家に住んでいた。じゃあだからこそここから行けるってことか、秘密の通路で。和組かというのに会いに行きましょうか。じゃあどこにいるんだろうな。いや、いかにもそこに門があるんだけど。気づいてくれよ。住人の集落らしいな。ちょっと場所また移動か。ティプローネ高地の東の方だったなということで、行ってきましょう。これ、無反応だったな。取っ手がないので、取っ手を見つけてくるとか、そんな感じか。じゃあ、移動しましょう。このマップ以前来たことありますが、だいたいこの辺りから以前は通らなかったところに通ると思いますので、ここから見ていきましょうか。まずは東側行きますが、ちょっとこれ複雑かな。どこ登ればいいか少し分かりにくくなっている。とはいえ
マップをしっかりと見ていればなんとかわかるんじゃなかろうか。で、ここを洞窟抜けて、うん、こういうところにもね敵がごった返しているわけでもないから問題なくスルーできる。バージョン2始まった頃のなんかね洞窟、うん、あれどこだっけかな、どっかの洞窟は結構強い敵がね配置されていて、まあ、あれはあれでまあ邪魔っちゃい邪魔なんだけど、ああいった形で必ず戦うようなねシーンになるのは別に悪くないんじゃないかなと思うんだけど、なんかあそこら辺ね遠慮してるのかなんなんか知んないけど、こんな風にね素通りがあっさりとできてしまう。いいのかこれで。でもう少しで10人の集落がやここ到着。ここでセーブポイントというかエテーネルキューブのポイントがあるかどうかも確認しましょう。さて新しいクエストも追加されましたが、まずはここ調べて、これで移動がまた楽になりました。あー結構いいところに屋敷構えてますね、一番奥にね。しかも一つだけでかい建物なんで相当扱いが良いんじゃなかろうか。ここなんかこれ光ってるのがキラキラみたいに見えてなんか取れるのかなとかねついつい思っちゃいますけど、あっとおっとこれおっとまさかの可愛い系和組か人生はクソだ、生きる価値がない、値にしない。どうしてこうなってる、こうも立て続けに物好きが来るとはな。あーファラスも先に来たのか。というかどうしてこんなキャラクターになってる。2階にあるタンスが秘密の通路の入り口になっている。まあそれは分かってるんだけど、暗号を仕込めば、あ暗号を仕込むのか。0527。いやだちょっと待ってくれよ、その前にこれ突っ込ませてくんないのか。なんでこんな可愛い感じなのか。でモモンタルというのがいるけど、うん、やってきた。いやそんなことじゃなくてさ、もうちょっと教えてくれと。宝箱真っ当な反応をされてしまった。じゃあ戻りましょう。いや待つんだもんと言われてる。暗証番号を入力するには取っ手をつけないとダメ。おっさんには暗証番号しか教えていなかった。うん、くれるそうなんで。タンスにくっつければ暗証番号を入力できるようになる。0527ね。で、宝箱から取れという話。じゃあこれ勝手に開けるなって言ったけど、開けようとした段階で気づいてくれと。取っ手のことについてね。秘密の取っ手を手に入れて、んでなんか反応してくれよ。どうしてこんな姿なのか。なんかもう飲んでるから大丈夫か、セロ的に許されるのかみたいな問題が。じゃあ戻りましょう。さて戻ってきましたんでここ取り付けましょう。確かに27かな、こんな感じかな。あれ最新のものではない、当家の家政婦、あのおばちゃんか。あのおばちゃん物忘れしそうでね、大丈夫かって気がするけど、よしと。なんか変な物体が変な物体が寄ってきてるけど大丈夫かこれ。一枚のメモ、なんか法則性があるんだろうね。じゃあこの大事なメモを
女の名前しか書いてない。女ひでりのヨンゲさんのことだ。踊り子の名前なんだろうけど。酒場のマスターか。メモ見てみようという話なので、ニーナ、キュート、ロミニク、これ6329で素直にいいのかな。これそのまま即座に行っていいかどうか、それとも酒場行くべきか、ちょっと先にやってみましょうか。6329で、それとも酒場行かんといかんのか。よしと、お試しで。3、2、9。どんなもんだ。あ、暗証番号違う。行かないとダメ。じゃあ酒場行きましょう。ニーナという名前があったので、ニーナという人がいれば話しかければいいのか。酒場こっち側の人に会話？ひょっとして。そんなわけないよね。そんなわけはなかった。ニーナはいないぞ。まあ明らかに色ついてる人がいるんで、店長さんと会話しましょう。ヨンゲさんは上得意。ニーナ、キュート、ロミニク。あー、全部これ人の名前か。でもニーナもね、217とか読めちゃうしね、難しいな。ニーナに聞こう。ヨンギさんはニーナのダンスに首ったけで興奮していた。大量に話を流す。ニーナとおぼしき人物のそばで芸名を言ってみよう。キュートは何だろうな。今教会で神に仕えている。教会か。ロミニク。わ、これめんどくせえ。そうかそうか、王族の居室を警護する重要な任務を任されている。ロミニクね。ニーナ、キュート、ロミニク。ニーナ、キュート、ロミニク。まあ女性はこれしかいないんで、これがニーナなんでしょう。じゃあ入力していきましょう。じゃあ入れましょう。あー、じゃあボタン押し間違えた。芸名、ヨンギさんのこと聞こう。血まみれの笑顔がちょっと怖かった。君は217だねって。いや、だが暗号はあれどういうことなんだろうな。暗号4桁だから、まあいや、217とりあえず覚えました。他のところも行きましょう。教会やってきました。ここに、誰だっけかな、誰だっけかな。あ、メモはこっち見ないとダメか。道具で2人目はキュートね。キュート入力しましょう。はいと反応してくれた。なんでその名前を知っているのか。舞台に上がっていたが、今は神に仕える身、私は生まれ変わったのです。916、あ、6じゃない、910、クレリア。
ニーナ217で誰だっけかな、あれこの人の名前なんだっけかな、9と909とだから90ね、9とね、じゃああともう一人行きましょう、王宮のところ。さてこれエテーネ王宮の方に来ないといけなかった。で戦士や多分これなんだろうね、この目の前にね、さっきいた人もいますからね。で名前なんだっけかな、これ会話のログがね見られるようになったのはこういう時のためなんでしょうね。ロミニクと名前入力しましょう。では入力完了。それは我が魂のな、踊り子の舞台を見る趣味があったとは。なんだか品性に欠ける発言でしたね。とこんなお堅い職についていますが、当時の熱狂今では懐かしく思います。んじゃあ聞きましょう。かぶりつきの四下の異名を誇る有名なお客様、瞬き一つせず血走った目で一瞬一瞬の記憶に焼き付けるようにして舞台を鑑賞していました。不思議な数字をささやいた。ニーナとキュートに君を加えれば足し算ってことか、千は分かるけど視野ってなんだろうな。視野が分かんないのは千が分かるよね、千あの数字の百千のね、千ね、まあ千とそれ以外を足せってことか。ちょっと分かりにくいぞこれは。まあ四下のところまずは戻りましょう。さて戻ってきました。まああれ戦車を戦と考えて数字を足していくとこれ2127になるんだけど、戦車がこれで合ってんのか違うのかよ。いやー分からん、戦士屋が分からん。いやそうだったそうだった、戦士屋じゃなかったわ、ロミニクだった。今ログを見返していてそうかそうか、ロミニクだった、6329か。でそれ足すと多分7000、そりゃ分からんはずだわ。50677456のはず。あ、今ドアこっち間違えたな。ちょっとやり直そう。こういう操作はね、やっぱり複数アカウントだと間違える可能性もね。で、反応が明らかに変わったんで。無事に開きましたね。で、ここから先に行ける。どうぞ通りください。おお、ファラス、あそっか、ファラスは先に行ったわけじゃないんだ。肝心な手を私忘れるとは。うん、集落にトンボ返りしたら下でとっくに渡したと言われるし、ナルケミアに行く前に追いつけてよかった。ここからは自分も一緒に行かせてもらおう。うん、なんとも奇怪なこのタンス、魔物の類ではなかろうかと言うけどね。うん、あっさりだな。いや、そんなアバよみたいな感じでやられてもね。あ、絵あったね、あの小さい可愛い女の子みたいな。見ろ、和組方。歴代所長の肖像画のようだが、ということは真ん中はなんかいかにもスケベだから、これが現在の所長か。
来たね。どうしたんだ？あんたが四儀所長か。殺し屋かということで。ああ、そっか、あれを作った正体分かってしまったから、それで王国の人に襲われてるとかそういうことか。いや違うな、普通に魔物に襲われてるぞ。死なれてしまっては元も子もないということで、果たして知ってるのかどうかね、ちゃんと。ここ王立アルケミア、なんでこうなってんのかな。38台、これ3台分しか置いてない。肖像がもっとたくさんあってもおかしくないんだろうけどね、全部書いてられるかみたいなね。これは下かな、こちら側かな。